これが最終便ぐらいなのかな、ちょっと分かりませんけど、ということみたいですね。今から行っちゃうとね、乗る人とね、勘違いさせちゃってね、ご迷惑かけるといけないんで、ここぐらいまでにしときましょうか。こんなところにもちゃんと怒りかけがあったりするんですね。これ本物？もともとここまで海だったのかな。これ波止場にあるやつですね。まあまあ四日市市民なんで、港人気は、ね、よく見るやつですけど、あれにロープ巻きつけてね、係留するっていうんでね、のどかな感じですね。村電気もあるし、丸中もあるんで、まあ、最悪丸中でちょっと夕飯確保しとくって手もありますけどね。まあ、ただ姫路でね、中華そば、中華そばじゃなくてね、あそこは駅そばなんですよね、があったんでね、それが食べてるんでね。で、そう、あれも結局現金支払いじゃなくてイコカがもう対応してたんで、イコカでね、ピッとできたんで、実はまだ現金使用ゼロで来てるんですよね。結構思ったよりも素直に来れてますね。まあ多分ね、前半は行きやすい、この山陽地方回ってるうちにね、なるべく現金使わないようにしとかんとね、多分山陰入った瞬間に、ね、QR コードもね、決済もね、いこかもね、何それ惜しいのになっちゃう恐れがね、十分にありますんでね、考えられますんでね。まあせっかくなんでちょっと歩きましょうか。もう暗いんでね、もはや駅間散歩としての機能は果たしてないと思いますけど、とりあえず一駅歩いてみましょうか。フェリー乗り場やから車もそのまま入れるんですね、うん、いいですか、そりゃそうだ、うん、で当たってもここから行こうかな。この道まっすぐストーンと行ったらもう自動的に隣の駅何でしたっけ、何だったっけ、浜町じゃない、ハマチじゃなくて、タイですね。備前タイでしたっけ。そうそうそう。魚の名前みたいなってのを覚えとったで。そっちの方に行けるみたいなんでね。ハマチみたいなのは何だっけ、八浜だ。八浜っていう駅があって、そう、八の浜で、ハマチみたいだなっていうふうな覚え方。いえ、ダメなのかな。まあ、ちゃんとこれで、もしかしたらね、瀬戸内ですか、全然ハマチとタイがね、いや特産ですよっていうことはね、ありえますからね。食いてえな、普通に瀬戸内のお魚食いてえな。いやだったらレストランに行ってほしい。これちょっと高そうなんだよね。すごく綺麗ですよね。で、電気があって、真ん中もあるけど、食べれそうなところはないから、まあ、まあまあまあ、岡山元にはいくらでもありますからね。で、岡山最終10時までありますから、全然まだまだ大丈夫ですね。ただ、一応ね、うちの工程的には岡山で一晩を迎えると次の日が相当大変、広島行かないといけませんからね。で、秋亀山と、まあ、秋亀山一回行ってるんでね、最悪あれかなと思ったけど、まあ2年経ってるんでね、ちょっとどうなってるのかね、ちらっと見に行くのもね、いいですし、こんな感じで、もうこの列車はこのままここに止めとくのか、それか、留置線が結構がっつりありますよね。今そこでね、113キロも止まってますけど、いいですね。
令和感はないですよね。ここ見た感じ、さっきのね、あの通りとかはね、すごく令和感ありましたけど、まあ入り口のね、エントランスとか駅自体はだいぶ令和感出てましたけど、ここだけ見たら昭和ですよね。で、まあこっち来たら丸の中ですね。まあここだ、宇野だと山陽丸の中なのかな、うん、四国の方のね、丸の中と一応山陽の方の丸の中と、もう今一緒になってんのかな、うん、まあもうイオングループですからね、今は。そんな細かい話をしてもあれなところがありますからね。で、大港っていうのがあるんですね。それで、その大駅っていうのがあるんですね。まあ、小島がいっぱいあるしね、瀬戸内特有ですからね。意外とこういうところ、もスーパー行ったらもうね、本当そこで取ってきて売ってますよってことも多いですからね。丸の中で買ってくって本当だけど、ちょっと今飾りだし、まあこっちの人として何かしら出てくるだろう。やっぱ丸の中見ると瀬戸内来たなって感じがするんですよね。あ、ここ立体なんだ。ああ、カチカチしてしまった。渡った方がいいのかな。ちょっと一応調べてから行きたいと思います。